いやどうもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11スペシャル時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。ちょっとイベント始まったんで急遽撮ってます。俺のことはどうでもいいだろう。それよりもブルーオーブは手に入ったのか。あ、いなかったんだ。全部魔女の正体を暴いた私のおかげなんだから、ちょっとは感謝しなさいよ。ベロニカよう喋るな本当に。ロー様、何か気になることでも。いや、ね、少し考え事をしていただけじゃ。魔女をそそのかした男、少々気になってな。英雄グレイグと同じペンダントを持つ男、確かに気になりますね。そのものがウルノーガなのでしょうか。わからん。まあここで悩んでいても仕方がなかろう。今のわしらにできることは真実を求め大樹へ向かうことだけじゃ。そうだね。何？よいか、わしらの旅はまだまだ続くぞ。いざ行かん、命の大樹のもとへ。はい、了解です。見えないけどね。ああ、下覚えてるわ。お前エロ本持っとんかい。ああ、ダメじゃ。見てはいかん。あ、ロー様、古代図書館で熱心に読んでいたのはこれだったんですね。ロー様、旅先でそういうものを集める癖まだ治ってなかったのですか。不潔よ、ロウちゃん。ああ、おじいちゃん、かっこよく決めたのに台無しじゃない。男の子なら分かってやれ。やだね、孫の前でそんな姿見られるなんて。違うんじゃ。これはつまりその女じゃ、これはその、どうかわいいなぁ。いや、古代図書館にそんなの落ちてんだね。余計じゃあ始祖の森に迎えっていうことで、あ、なんかタロルね。おお、なんか入ってんじゃん。世界地図でしょ、始祖の森でしょ。始祖の森ってさ、こっちから行くんじゃなかったっけ。確か始祖の森の前にあれだよね、聖地ルムダ、違う、なんだっけ、ラムダか、聖地ラムダがあるよね。それに行くんですけれども、とりあえずこっちで会ってた気がするから、一旦進みましょうか。聖地ラムダね。ラムダはね、ベロニカたちの故郷なんですよね。まあ、だから次はベロニカたちの故郷に行くっていうわけなんですけれども、で合ってるよな、バイキングのところはまだ行かなくてもいいような気がするんだけど、どうなんだろう、わかんない。まあとりあえず流れに身を任してね、ストーリー進めていきたいと思います。ここは見たっけ。ちょっと待ってよ、ここら辺まだ、あっと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 、なになになに、なんか落ちてたんだ。まだ見てないよな、こっち側。ちょっと見て。ああ、いけないんだ。まあいいよ、こんにちは。こうでしょ。じゃあ、キャンプを開いて、ここをルーラポイントにしておきます。多分、行き先は合ってるとは思うんだけど、ここね。ほら、これさ、古代図書館に売ってた、
ドラゴンなんですよ。すごっ。こいつとね後々戦うからめっちゃ強いんですよねこいつも。まあ楽しみにしておいてください。なんかあるわけではないんだな。よし進んでいくよ。キラキラは特にないんだな。いけ。ただ先進むだけだからな。この回マジで何もないかもしれん。よし、ゼーランダ山に到着したわけですが、おお、なんか新しい敵だね。隅々までめっちゃ見づらいな。木でなんだろうこれ。なんか敵強そう。特にあれなのか。ああやっちゃった。まあいいか。いかがいこうぜ。よし次よ。はい、よら。おー、やれないんだ。強いね、君たち。死んじゃうよ。ナイス。おー、ローレベル上がった。ラッキー。漬物石。作戦入れ替え、セーニャとシルビアで OK。 ん？あ、そうなんだ。え、じゃあ降りさせてよ。よし、こいつ使えってことだね、きっと。その前になんかしゃべりかけ。あ、違うよ。君と勝負したいんじゃなくて、だったらキラキラしてるやつと戦いたいよね。いや、やめて。お前だよ、お前。 OK。 めんどくさいな。お、強い。いいね、いいダメージ入る。もったいないって。マルティだ。オッケー。あら、もう終わり？やったね。おお、いいね。いよいよレベル上がるの。オッケーなのよ。よし。どこまで上がれ？こっちちょっと決めるか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。合ってんだね、こっち側で。合ってるっぽいね。いいよ。キラキラ取っちゃうか。あら、よいしょ、よいしょ。蝶の羽、よいしょ、よいしょ、よいしょ。オッケーオッケー。でこっち側に宝箱がありそうな気配があるね。いいよ。小さなメダルでかい。今どれくらい集めただろうね。そんな手には入ってない気がするけど。ちゃおうか。合ってるよね。うん。よいしょ。いいね。あそこ取ってるね。あ、こんな簡単にいけたっけ？なんかすげえ、うわ、めんどくせえやんって言ってた記憶があったんだけど、そうでもないんだね。ラムダまでいけるかよこれ。あ、いけた。いけた。着きました、着きました。わー、すごい。でっかいな。聖地ゴルドじゃん。あれ、聖地ゴルドってあれだったっけ。と一緒だね、 BGM が。いやね、あのさ、8の BGM 使ってくれるところまた行きだよね。すごいな。なんだか今までとは空気が違うわね。険しい山道を抜けた先に、そんな険しかったかや。こんな神秘的な場所があるなんて。マルティナさんたら、自分の故郷を神秘的なんて言われるとなんだか照れくさいわ。え、故郷ですって？ということは、はい、この地こそ私たちの故郷。命の大使と共に世界を見守ってきた神語りの
ジュラムダですわ。うん、静かすぎて退屈な場所だけど、ここに来るとやっぱり落ち着くわね。虹色の枝が見せてくれたオーブを捧げる祭壇は、この里を抜けた先に広がる始祖の森の山頂にあるはずですわ。はいはいはい。ここで疲れを癒していきましょう。勇者様がいらしたと知ったら、みんなきっと喜びますわ。本当に？本当にですか？本当に喜んでくれるのかな？ああ、泣くだけ？うわ、すっげえ神秘的な場所だね。おお、なんかまたイベントが。世界中の命を束ね、見守りし、命の大樹よ。今日、このラムダの地に、また一つ、新たな命が生まれました。はい。かつて、古き葉として散った命は、こうして、新たな葉として芽吹き、また違う一生を歩んでいくことでしょう。我らの母、命の大樹よ、聖地ラムダのいとけない若葉にどうか祝福を授けたまえ。の姉妹ベロニカとセーニャではないか。一体いつからそこにいたのじゃ。長老様、お久しぶりですわ。皆様お変わりないようで何よりです。ベロニカ、そなたはそうだよね、確かに。あー、ちょっと飛ばしちゃった。これはちょっといろいろあってね。それより聞いてよ。ほら、私たち言いつけ通り勇者様を見つけてきたわよ。まあ、勇者様ですって。おお、赤子に祝福を授ける洗礼の日に勇者様がいらっしゃるとは。なんと、今日はめでたき日よ。私は聖地ラムダの長老ファナード。こうしてお会いできる時を何年もの間お待ちしておりました。長老様、私たち世界中を旅してついに突き止めたのです。勇者様の命を狙う邪悪な者の存在を。なるほど。長いな、イベントが。ウルノーが鳴る者がデルカダール王国の誰かに化け、勇者様を亡き者にしようと。私たちはウルノーガを打ち倒すため、闇の力を払う何かが眠っているという命の大樹のところへ向かうことになります。命の大樹へは、始祖の森の山頂にある祭壇にオーブを6つ捧げればいけるらしいわ。おお、私はかつてベロニカとセーニャが勇者様と共に命の大樹を目指し、天高い山を登っていく夢を見ました。あの夢はきっと大樹の神託。そう思ってベロニカとセーニャの二人を勇者様のもとへと使わしたのですが。ファナード、ナイスじゃん。全てが明らかになりました。あの夢は勇者様が始祖の森の山頂にある祭壇へ向かう光景を示していたのでしょう。そうですね。始祖の森へ続く道はこの先に見える大聖堂の奥にあります。私は大聖堂でお待ちしておりますから、オーブが6つ全て集まりましたら私のところまでお越しください。了解です。よしよし、ちょうどいいところで15分になるね。オッケーオッケー。じゃあまたね、ラムダの探索、情報集め、もろともやっておきたいと思います。ようやくここまで来ましたね。もう、中盤戦に入っているのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。